アルテミオ・リカルテ、アルテミオ・リカルテ、アーテミル・イカート、1866年10月20日から1945年7月31日は、フィリピン革命期と、米非戦争期のフィリピンの将軍である。フィリピン陸軍の父とされ、フィリピン革命陸軍の初代参謀総長である。リカルテは生涯、米国政府に対して、忠誠の誓いを全く行わなかったことでも知らる。 彼はフィリピン諸島イロコスノルテ地方のバタックで父ファウスティーノ・ノリカルテと母ボニファシアガルシアの間に生まれた。父母はこの地方でかなりの名家の出身であったと言われ自分たちの子供に十分な諸島教育を施すことができた。母は熱心なカトリック教徒でありリカルテもこの地で洗礼を受けた。故郷で勉強後サンフアンデレトラン学院に入学し5年後 文学士として卒業した。その後、当時の名門校さんとトーマス大学に入学したが、神父のみが教える内容に飽き、この大学での教育はスペイン人による植民地経営に有利な人物を輩出すると疑った。スペイン留学を断念した。ディカルテは一年後、市販学校に転校、24歳で教職免許を取得する。マニラ南部のカビテにある、 サンフランシスコでマラボン、後のジェネラルトリアスの町で小学校校長となる。当時のフィリピンは、恩恵な改革主義者による民族運動がことごとく失敗し、唯一、アンドレス・ボニファシオが1892年7月に結成したカキ・プナンが武力革命を目指す地下運動として活動してた。民族主義教育を小学校で行っていたリカルテは、 ボニファシオにリクルートされ、1896年、カティプナンのメンバーになった。彼は、クサリヘビの名を得る。1896年8月31日に、フィリピン独立革命が勃発すると、リカルテは革命家たちを指揮、サンフランシスコでマラボンで、スペイン中東軍を攻撃した。そこで彼は、スペイン軍部隊を壊滅させ、市内警備隊を捕虜にした。 1897年3月22日、テヘロス会議においてボニファシオは失脚。カティプナンは事実上消滅し、アギナルドが新たな革命政府の指導者になった。リカルテは新政府軍の順将になり、総司令官に選ばれた。彼はカビテ、ラグナ、バタンガスにおける様々な戦いにおいてアギナルドの部隊を指揮した。アギナルドは彼に、 ブラカン州サンミゲル町ビアクナバトにとどまり、スペイン兵やスペイン側と和平を結んだアギナルド側将校の降伏を監視するように命じた。フィリピン革命の第二フェーズは、亡命していたアギナルドを米国が復帰させた1898年5月19日から始まる。この段階でリカルテは無名だった。1898年8月13日に、 アメリカがマニラを占領したとき、彼はサンタアナの反乱軍指揮官だった。アメリカ軍がスペイン軍を破ったとき、それが完全なフィリピンの独立につながると考えた、リカルテは大変喜んだ。しかし、アメリカ人はフィリピン人と共同してマニラを攻撃したという意味を持たず、外戦パレードにもフィリピン人を参加させなかった。フィリピン人の協力によって、 スペインを破ったアメリカはフィリピンを領有するつもりだった。米非戦争が1899年に起こった時、彼はマニラ近郊第二区域のフィリピン軍作戦司令官であった。1900年7月、アメリカ軍の防衛線を突破してマニラに侵攻しようとしたリカルテは捕虜になった。この時、リカルトらは民間人の服装をしていたため、 死刑が宣告されるが原刑、ビリビット刑務所に6ヶ月間拘禁された。アメリカへの忠誠を拒絶したため、アポリナリオ・マビニラ90名の将校と共に、グアムに2年間追放された。1903年初旬、リカルテとマビニは、米国への忠誠を誓うことを条件に、フィリピンへの帰国が許された。米海軍輸送艦アセストをマスが、マニラ湾に入港した直後、彼らは、 先生を求められた。病気だったマビニは先生したが、リカルテは断り、輸送船ギャリックによって、香港に送られた。1903年12月、船員に偽装したリカルテはフィリピンに戻り、かつての仲間たちに呼びかけ、フィリピン革命の再起を試みた。何人かのフィリピン人が、リカルテを裏切って、政府当局に通報した結果、リカルテの首には、 生死にかかわらず1000ドルの検証がつけられた。裏切った仲間にはがいた。1904年に入ると、病気になった、リカルテは2ヶ月間寝込んだ。健康が回復すると、リカルテの服を仕立てていた、店員ルイース・ボルイザーが、フィリピン警察軍に密告し、同年5月、リカルテは逮捕、フィリピン独立の地下運動は、アメリカの知るところとなり壊滅する。 リカルテは11年の懲役刑を下された。ビリビット刑務所に収容された、彼はフィリピンと米国当局から交代具を受け、かつての革命運動の仲間やアメリカ、副大統領チャールズ・ウォレン・フェアバンクスの訪問を受けた。模範囚だった、リカルテは6年に刑期が短縮された。釈放されビリビット刑務所を出ると、リカルテは直ちにアメリカ当局から拘束され、 バランガイの税関に拘束された。アメリカへの忠誠を求められた。彼は一時間もしないうちに拒絶、再び香港に送られた。1910年7月1日から1915年まで、リカルテは香港に住んだ。ラマ島に今日構えると、下の部下たちをはじめ中国革命やインド独立、運動の関係者が集まってきた。昔の恋人をあげたいステバンも訪れ、 リカルテと結婚した。九流に移ってからは、エルグリートでプレゼンテを出版する。香港滞在中、リカルテはフィリピン革命評議会を設立、密かに革命再起を狙った。リカルテの名はフィリピンで反乱が起きる度に囁かれた。当時、リカルトが信仰を持っていた、日本人は、うさうだやか、来彦だけであった。1912年2月のインタビューでは、 私は日本を同胞として評価している。日本は東洋の尊厳をロシアに勝利したことで高めた唯一の国である。日本こそ我々の独立闘争に援助を差し伸べることのできる国である。と語っている。1914年に第一次世界大戦が始まると英国はインド人をヨーロッパ戦線に送ったが反抗するインド人も多かった。 その風潮を足掛かりに独立運動の動きも起こったため、香港でもアジア民族主義者への取り締まりが厳しくなり、リカルテのフィリピン革命評議会は解散、さらに本人もインド独立運動共作罪でイギリス政庁から香港退去を命じられ、身柄は上海のアメリカ関係の手に渡った。挙げた夫人は韓国の中国人主営を買収して、リカルテを脱獄させ、 二人は日本優先で日本に亡命する。文字についた彼らは石炭船で神戸まで密航、名古屋を経由して愛知県瀬戸町に住む。日本政府は非公式にリカルテの亡命を認め、米国政府からのリカルテのフィリピン送還要求を断った。リカルテの生活は困窮を極めた。日本に亡命していたインド独立運動家ラス、ビハリボース、犬飼い 東山三鶴の助力で東京に移住、国流会の内田良平の世話で世田谷に住まいを持ち、1920年から国流会が発行していた英文雑誌アジアンデビューの編集記者として月50円の収入を得た。リカルテは教育者として東京世田谷池の上の海外植民学校でスペイン語を教えた。横浜山下町149に移って間もなく、 関東大震災が発生、リカルテは旧市に一生を得た。教師の仕事をしながら、喫茶店、カリハン・ルビマンを開いた。レストランの名前は、日本に訪れたフィリピン人が、日本にもフィリピン人が住んでいることを知らせるためだったという。彼の家には在日フィリピン人や旅行者の訪問が耐えることはなかった。1927年、リカルテは、スペイン・フィリピン戦争を出版。 アゲタ夫人が販売して家計の足しにしたが、この本はフィリピン人旅行者によく売れた。リカルテは政治的発言を控えていたが、日本に滞在中もフィリピン独立の夢を忘れたことはなかった。山下公園のベンチで南方の一点を見つめて過ごすことが多かったという。毎年リザールデートボニファシオデイをフィリピン人や日本人関係者を招いて祝った。 第二次大戦が勃発すると、日本政府は、リカルテに、フィリピンに帰国することを求めた。1941年12月19日、台湾から、キタルソンのアーバリへ、強行着陸、北イロコス州から、戦部工作に従事しつつ、なんか、1942年1月2日に、日本軍がマニラを占領すると、その4日後に、市内に入った。日本軍から、 高級な宿舎を与えられたリカルテは旧コモンウェルス指導者や財界の要人、フィリピン革命の長老たちから表敬訪問を受けた。しかし新政府を樹立するためのペニャフランシア会議には一度も招かれず、大本営が事前に立案したフィリピン占領政策にもリカルテを占領後の主犯にする計画はなかった。リカルテが新体制で得た要職は24人目の 国家会議メンバーだったが、仕事は民衆への宣務工作だった。1943年10月14日、ホセラウレルを大統領とする第二フィリピン共和国が樹立されると、新日派のフィリピン人の中でクーデター計画が起とされ、リカルテも同意した。日本軍の内定で、ことは事前に発覚し、事態の沈静化のため、 リカルテは1943年12月31日、日本に送られた。日本では帝国ホテルに滞在した。4ヶ月後、リカルテがフィリピンに戻ると、ラウレル政権の転覆を目指す空気は、以前より高まっていたが、いずれのクーデターも未遂に終わり、リカルテも賛同しなかった。太平洋戦争の戦局は日本に不利なものとなり、ルソン島では、 抗日ゲリラが調領していた。1944年9月末から10月にかけて、第14軍首脳部の大移動が行われ、山下智之将軍らが新指導部として、マニラに着任した。リカルテは、日本軍の援助を受けない、フィリピン義勇軍を編成したがやもめな兵力だった。1944年10月、リカルテは、 フィリピン共和国の大統領ホセラウレル及びその閣僚、日本人交換らと会うためバギオを訪れた。出発前、彼は妻にバギオの滞在が長期化する場合、家族を呼び寄せると言った。バギオを出発する前、独立運動家ベニグノラモスから自宅に招待され、マカピリの創設メンバーに加わることを求められた。 ディカルテは愛国心と支持者への忠誠のため創設には加われないと言い,い、病気のためそのような重責は負えないと付け加えたが、マカピリの創設は認め、祝した。第二次大戦の終わり、パギオに逃れたディカルテはアメリカ軍とフィリピン軍から攻撃を受けていた。フィリピンからの脱出を日本政府から勧められた時、彼は国民が現実的な苦悩の中にいる。 この重要な時期に、私は日本に亡命はできない。私は、フィリピン人です。米非戦争で降伏していない、唯一の将軍です。私は祖国に踏みとどまって、最後の一人になるまで、アメリカと戦う覚悟ですと言い拒絶した。1945年1月から始まった、物産峠の戦いは4月に中間点を迎え、マレーの虎と呼ばれた。 山下智之総司令官を追うフィリピン連邦軍とフィリピン警察軍、北ブルソン米国陸軍は南イロコス州タグディンの昇級を攻撃した。リカルテも配走する山下兵団に同行した。5月、双方の死傷者が増え、日本軍は食料が欠乏、マラギア、コレラ、赤痢が発生すると戦闘は昇降状態に陥った。 物ッサン峠は1945年6月14日に、陥落、カリンガ州にいた、リカルテは衰弱性赤リにかかり、7月31日、大田健四郎副官に、看護されながら78歳で死亡した。死の前日、リカルテは大田を呼び、孫娘のビスルミノを日本へ留学させること、自分の墓をフィリピンと、第二の、国境を日本に建ててもらうことを言い残した。 リカルテの遺骨は、小平霊園の大田家の墓に葬られている。リカルテが埋葬された場所は1954年に埋蔵物探しの過程で発見され、現在はマニラの英雄墓地に移されている。さらに2002年4月、彼が死亡した場所に、歴史家アンベスアールを看破、フィリピン国立歴史委員会、リカルテの孫娘によって記念碑が設立された。 リカルテ将軍記念日。アルテミオ・リカルテは1866年10月20日、フィリピン共和国北イロコス州バタック町になる。1896年祖国独立のため拒兵。1915年、平和の鐘の鳴るまで祖国の土を踏まずと日本に命、横浜市山下町149に偶居す。1943年生涯の夢であった祖国の独立を見しも、 80歳の高齢と病気のため1945年7月31日、北ブルソンの山中におて、波乱の一生を終わる。リカルテは、真の愛国者であり、フィリピンの国家英雄であった。ここに記念碑を建て、この地を訪れる、被告人にリカルテ亡命の地を示し、合わせて、日比神前の一助とする。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。